はい、どうもこんにちは。こんにちは。さあ、サクサク杯も、はい、いよいよ準決勝、決勝という、段になってきましたけども、はい、準決勝の、片方が、モッチーとミーマ。モッチーはゆりちゃんグループ。ああ、そうですね。で、ミーマンはミーマングループ。ミーマングループ。で、俺グループが田口さん。はいはいはい。で、ゆきちゃんがミーマングループ優勝、あの、1位か。1位で、ミーマン2位だったのね。あ、そうなんだ。そうそうそう。2位の中で、一番成績が良かった人。そういうことか。なるほど。そう、ゆきちゃんがもう圧倒的に強かって、そういうことね。5勝してたんじゃないかな。ああ、なるほど。負けてないみたいな。はいはいはい。まあね、ミーマンはね、まあ、ひろたまでは、もうだいぶおなじみっていうか、まあ、完全レギュラーで、ゆりちゃんの次ぐらいに、今や。あ、知ってる人だみたいな感じで。そうそうそう、知ってる人だ。見たことある人だってみんな言ってた。うん、そう。で、あの、ミーマンはね、何、最、なんていうの、昔学生の頃やってて、あーそっかそっか、いじめちゃドーッとスクラッチ、おおおお、でも昔、無呼吸ですね、復活組か、復活組なんだけど、そういう時ないよね、あの始めた、復活し始めたばっかりの頃は、なんならまだ俺の方がちょっと勝ててたんだけど、もう今や完全になんかね、もう最近外してくれない感じですよね。もう全然上手よ。ちの今の2番は何だったんでしょうね。ちょっと待って、ちょっとスルーしてましたけど、もう普通すぎて、モッチーさんなんか、いいでしょ、なんだみたいな。普通に見ちゃってた。うわー、うまっ。まあこれこうなったら、まあこれとかね、あこれもう、あ目流す、まあひねって流したよ。なんで変わってったの。少なりましたけど大丈夫ですかね。マミーマンだから入れてくるでしょう。あ、加減して入れてきましたね。うまいね。はい。すいません。ちょっと、あの、言っといて。言っときます。うん、ちょっとあの本当に楽しかったみたいでね。楽しみすぎてるよね。楽しみすぎ。まあまあまあ、あの多めに見てあげてください。うん、今がうまいから多めに見るけどさ、うん、よかったです、うん、このためのね、そうだよ、ね、わー、ナイス。だってね、月番回ってきたらしっかり取り切るからね。素晴らしいです。
これはサイドバンク行ったけどもセーフティーデス的なやつですね。あ、今日ジャンプ球禁止だから。そうだね、カラクション。これはカラ行って、おお、やめて。あ、そうだ、9番バックアタックで狙ってたんだよ。あ、そういうことか、うん、これは一応、うん、うわ、うまー、普通に出るんだ、うまー。で、はい、あ、5、あ、あ、なるほどね、うん、そう、2球コンビいったのかな。さあ、もうこうなっちゃったらのやつですね。これも、これは左端にワンクッション置いて、ちょっと右ひねって、あ、熱くなったけどバチンと叩いて、これも、これはちょっと殺し気味に行くのかな、殺し気味に行きましたね。まあなぁ、わぁ、さあ、これでブレイクだから、うん、おー、2番には回ってくるのか来ないのか。さあ、ウイング入って取り出しは1番、4番破りました。どうすんだろう、これはないな。さあ、ウッチ、これはセーフティー、セーフティーだ、うまいな。やっぱり穴前すぎる、穴前すぎる。あ、これちょっと見てたかも。ちょっと甘かったんですね。これ見てましたよ。さあ、ミーはこれをカラクッションから入れる。うますぎる。ひねりも入ったけど、どうなんだ。大丈夫だよね、大丈夫、大丈夫、大丈夫、本当に大丈夫。あ、ないんだね。でも、ちょっと強くついたら全然楽だった。そうだね、俺もそう思います。あ、でも、あ、惜しい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 、当たって、これ、こうなっちゃったらもう終わりですね。あ、もう相手 B 級だったらまだチャンスがあるんだろうけど。いやー、そっちだからな。まあ、痛恨だったけど、頑張ったね。うん、ナイス1番ですよ。さあ、これは中に入れて、ああ、逆入れんの、違う、回すんだ。ああ、もうミーマン一貫の終わりですこれでだからミーマンはベスト4ってことかな。はいはい、ああ、そうですね。あ、うわあ、これやりたい、これやりたい。さあ、これで2モア、2モアで、ツーモーか、ブレイクで2個以上入ったら1個ウィング入って、ハイサイド入って、でついでに5番サイドにウィングで、でね、もう1個の方の、はい、準決勝、田口さんとゆきちゃん、はい、の模様ね、最後ちょっとだけ撮ったので、これはあの2人とも結構競ってて、さあ、まず注目のブレイクでどこまでできるかですね。で、ここでサイドスクラッチ、田口さん狙っていきます。もう一回だけゆきちゃんに球を回したい。どうぞサイドスクラッチ。これが惜しかったんですね。はい、これがゲームボールになって、うわー、2個入れちゃったよ、白いの以外で、田口さんが準決勝ということ
ですね、はい、準決勝、決勝か決勝ですね。で、モッチーとトリさんの決勝戦ということですね。ということで、これはちょっと面白そうですね、はい、注目の一番ですね。さあ、サクサク、はい、決勝始まりました。初めまして言ってますけど、初めまして言ってます。31点、モツヤです。初めさんというんですか。初めさん、お名前はタグシと言います。はい、茶番はその辺にしといてもらってですね。さあ、始まりました。タグシさん、A 級対モッチ、おっと、もう力つきだったか。6番台なの、ね、そうなんだよね、あのこの前2番でついてたから、2と6っても全然性格も別だからね。さあ、まずはモッチのブレイクから。これが入ればマス割り、これが入ればマス割り、すごいな、すごい。これまだコーナーに行くってことでしょ、うん、コーナーに行って手帳には入れて、うわー、すごい、真ん中から入れるからね、この人。やだよ、いや、でも10点かな。怖いのもとかね、何を測ってるんだろうね。さあ、これは9、あ、下をつくのか。あ、コーナー行くんだね。あれもね、5番サイドがあるないで全然変わってくるからね。これが7、8の間に落としますよ。下ついて、どうする、どうする。すごい技術が光りますね、モッチーね。さすが決勝戦ですね。田口さんもね、回したらまあ取り切るからね。そうそうそう、ちょっとお互いのいいのを見たいですね、うん、まあまだまだね、田口さんのチャンスが回ってくる。あと2回、あと2回、まあまあそうはいかないんじゃないかな。どうかな、どうなの、どうだ、これはダメかな。これはもう5番サイドがあるってなったら多分もう取れちゃいますね。1番コーナーで、これなんか簡単に3番に隠したりするけどね。ここは3番弾いて、穴が甘いそうです。6番台そんな甘くないけどね。まあ1番2番に比べるとだいぶ甘いけどね。モッチークラスになると、おっと、これはちょっと逆、ほんのちょっと逆振って、4番のシュート力勝負になりました、うん、これ我慢して、なるべくそれでも厚く出して、これは多分入れれば、ポンとやつって入れればいいんだっけ。入れた。加減してやってるからね。まあ、さあ宣言通り。わあ、入れます。入れます。さあ、勝負。三回目。勝負のブレイク。負けたら分かってんだ。大野さん、大野さん。さあ、ウィング入って1番サイドに入って取り出しはある、ある。ちょっとね、的球の行方が微妙ですね。ちょっとね、5の当たりが薄いね。
個人薄く当てて3番左下コーナー取るのか、どうやっていくんだろう。2番ちょい薄めで、で結構5に厚く当たっちゃったけど、3番サイドがあるのかな。で7番、まあ、3番サイド行ったら7番に当たっちゃう、当たっちゃうんじゃないのかな、当たっちゃうのか。あっ、ここは抜きました。さあ田口さん、チャンス、チャンスなのか。だいぶ嫌だけど3番サイドで超2番入れて単超単で、おー、うまい、とかわして、うまいね、さすがですね、さすがですよ、今日一拍手が、はい、これは切り返し気味に行って、おい、危ない。さあ、もうこうなったら、ね、いいね、さすがですね。一回落とすともう取られちゃう。そうだね。これでまあ取って、ブレークにつなげたいよね。そしたらまだチャンスはあるからね。ああっと、はず、おーっと、ね、大野さんかな、これな。大野さんのせいで、まだ、まだ聞いてるのかな、大野さんのかな。チャックバンク。さあ、これもだいぶ嫌だけど、なんか俺が絶対薄く抜くやつですね、これね。もはやね、もっち応援してる人誰もいないからね。もう他の、うわー、ナイス。他のみんなは行き先で大盛り上がり中だからね。俺は生きてて、ちょっと決勝あんまり決勝みんな興味ないみたいな感じの空気感でしょうね。さあ、ウィンが入ってどうなんだ。あーっと、ちょっとこれ微妙。気持ちの押し込みがいらんかったんだ。ただ、コーナー行くのかな、サイドかな、サイド行ったか、あーっと惜しい、惜しい、どうなんだ、これまだむずいね、むずいっていうか、セーフティーだね、あー、出たよ、きついやつ、これはたまんねえな、さすがに。これがゲームを決めるかもしれない。確かに、そうだ。これだって、だってこれそうだよね。フリーボール持ちに渡したら終わりだからね。もうゼガヒでも当てたい、裏からいった。スクラッチギリギリセーフ。わー、そしてツノ、そしてツノ。すごい行いがいい人。大野さんにね、いじめられたから、それが一気に返ってきましたね。すごいな、7番がちゃんと仕事してる。さあ、これもっち当てられますか。どうするんだろう。そっちから、どうやっていくの。ワン、ツー、あ、惜しい、惜しい、あ、よし、トレさん、来ました、来ましたね。いやでも2番1、2がちょっと激ムズですね。こっちに来ちゃった。2番がめちゃくちゃ狭いな。あ、これ見てたな、はい、どこに出すんだろう。あ、ギリ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 4球の間に出しに行ったのかな。さあ、だけど熱いね。ひねり、どうだ、あと一転がりが足りない、あと一転がりが足りない、隠れてます。しかも結構しんどいぞこれ。さあ、右のタンクから行く。
コリだよね、モッチだからね。さあこれ一巻の終わりですね。あと7点で、これは8点で7点取れちゃうから、ふわっといって、はいはいはい。あ、これで一巻の終わりですね。これはどうするんですかね、引っ張るんですかね。あ、そうです。切り返すのかな。引っ張ったらそこ行く？あ、切り返した。でそこに球刺したとこにクッション入るんですね。なんだこの人。なんだもん。であれで7番サイド取りに行って、あーもう5マー来ました。取り切ってブレイクして終わりか。いいですね。はい、さあ、バチゲームボールです。はい、誰も注目してない、見てないから、坂口さんが叫んでくれたんで、そうそうそう、アピール。はい、ニコありがとうございました。はい、ちょっと寒いんだよね。冷たいしてる。はい、じゃあ一先に続きます。ありがとうございました。